お弁当楽しみだな。お弁当忘れてた。ガチャハーちゃん、私びっくりなのよ。なんて言うんだよ。わしがおじいさんじゃ。こんにちは、僕スチュワート。明日はピクニックに行くんだ。お天気は晴れ。おやつのアメちゃんも買ったし、この新しいリュックを背負って明日が楽しみだな。明日に備えて今日はもう寝ようっと。おやすみなさい。お弁当楽しみだな。お弁当忘れてた。どうしよう、まずいよ。やっぱりお弁当なかったら、もう食べなくてもいいから。でもお弁当ないと困るよね。どうしたのスチュワート、なんか困ってるね。そうなの、ピクニック行くのにね、お弁当がいるんだけど作るの忘れてた。もうどうしよう。スチュワート、見てよこれ。じゃーん、昨日ね買ったの、このお弁当箱。ボブ、さすがだよ。お弁当箱持ってるなんてすごい。ボブ大好き大好き。あ、失礼しました。よし、ここからは僕がお弁当を作るよ。材料は人参、きゅうり、いちご、きゅうり、トマト、大根もあるよ。さあ、まずはじゃじゃーん、トマトから切っていくよ。よいしょ、ちょっと重たいけど、よいしょと。さあ、切るよ。よいしょ。あ、切れたのはこの中に入れてこうっと。次はきゅうり。これは切れやすそう。よいしょ。あ、切れた。これもこの中に入れて、次はこんなおっきい大根。よいしょよいしょと。これもこの中に入れて、次はいちご。あー、いい匂い、おいしそう。これもあれ、きりないな。よいしょと。あ、切れた。次はキウイも一緒に。よいしょ。切れた。これはこっちのお鍋にちょっと入れてみようかな。いちごも一緒に入れようっと。蓋をしておいしくなれ最後は人参。ちょっと、あ、くっついた。切れた。よいしょ。くっついた。なんで？よいしょ。あ、切れた。よし、これはこっちに入れて。よし、準備できたかな。あ、お鍋もう一個あったから、これも入れてみようっと。よいしょ。ちだ。あっちー。びっくりした。お水で冷やしたら大丈夫だった。さあ、いい感じにできたかな。あとはお弁当箱に詰めて、よいしょ、これを全部入れて。こっちの鍋のも全部入れて、蓋も入っちゃったけど、まあこれも入れとこうかな。よいしょっと。で、蓋をして、なんだか大きいお弁当ができたな。ボブできたよ。なにこれ、すごい大きい。ボブ、ありがとう。おいしそう、おいしそう、食べちゃいたい。おいしそう、ありがとうボブ。スチュワートは無事にピクニックに行くことができましたが、次の日ボブが慌ててお家に来ました。おはよう。あれ、ボブどうしたの？ねえねえスチュワート、このお弁当空っぽなんだけどさ、お鍋の蓋入ってなかった？お鍋の蓋入ってないよ。でも僕間違えて入れたまんまにしちゃって。でも全部食べたよ。全部食べちゃったの？おせんべいだと思った。お待たせしたな。おっダメだこりゃ。今からチュンチュンを探すんじゃ。スタートじゃ。今はシュンシュン真ん中にいるぞ。おや、どこだ？わかんないぞ。どこだそらそう、みんなはどこ？どこだ？はあちゃんはなにそら？ちょっと待ってよ。いいね。私はここにするわ。あと3つもあるよ。はーちゃんのとこ。いいね。ってことは？あった。みんなはわかったかしら？また遊ぼうね。